こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。いやー、かなり暑くなってきましたね。今動画を撮影している現在なんですが、5月下旬ですね。今日は気温27度ぐらいになるんですけども、めちゃくちゃ暑いですよね。昔ってこんなに5月って暑かったでしたっけ？僕のイメージではもうちょっと5月は柔らかい暖かさのような気がしていたんですが、ここ最近はね、5月はかなり暑くて、もう今の時期から半袖短パンで過ごす季節、僕の中でも多くなってるんですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？僕の場合はですね、5月から9月ぐらいまでは部屋着ですとかワンマイルウェアに関しては半袖短パンサンダルっていうことが結構多くなるんですね。まあ大人の男性はカジュアルと綺麗めのバランスを意識しなさいなんてことを言いながらもですね、僕自身が結構ドカジュアルなわけなんですけども、春夏らしい軽快で楽なファッションっていうのを僕の中でも楽しむようにしています。まあもちろんですね、おしゃれをして出かけたい時には短パンを履くこともないですし、まあサンダルもですね、ちょっとおしゃれなお店に買い物に行ったりする時にはまず履くことはないですね。あくまで部屋着ですとかワンマイルウェア、もしくは子供と外で遊ぶ時にですね、ラフな格好をするっていう感じになりますね。皆さんもですね、僕と同じように半袖短パン、そしてサンダルで過ごすという方も多いのかなと思います。まあそうなるとですね、結構気になってくるのが毛の問題なんですね。皆さん毛どうしてますでしょうか？具体的に毛というのは一番気になるのはすね毛ですね。まあこれから先の季節になると短パンを履く方すごく多いかなと思うんですね。そうなるとですね、やっぱりすね毛が気になるわけですね。皆さんにとって自分のすね毛というのは見慣れた存在なので、そこまで違和感がないかもしれないですが、客観的に見るとですね、結構人のすね毛ってあんまり清潔感がないですよね。特にですね、夏場に電車に乗ってると、座ってる男性が短パンを履いてると結構これがですね、すね毛が目立つんですね。同性の僕が見ても結構むさ苦しい感じがするんですね。じゃあ僕自身はどうなのかというと、結構ですね、すね毛が濃い方なんですよ。まあ僕はですね、学生時代陸上をやっていたんですが、陸上部って意外と男子と女子が合同で練習するんですね。まあ他の部活って野球部だとかサッカー部だとかバスケ部だとか、基本的には男性だけでやるじゃないですか。でも陸上の場合は男女共同で練習をするので、結構女子の目が気になるわけですね。僕は結構毛深かったので、自分のすね毛がめちゃくちゃコンプレックスだったんですね。でその当時からいろんなことを試したんですが、その中でも結構印象的なのが、すね毛をですね、脱色できるクリームみたいのが売ってるんですね。これは結構画期的だなと思って、僕もちょっとやってみようと思ったわけですね。これはどういうものなのかというと、すね毛って結構黒いじゃないですか。そして僕たちの肌の色とすね毛というのは基本的にはコントラストが高くなるので、それだけこうすね毛が目立つんですね。一方で外国人って髪の毛の色とか、まあ、すね毛とかもそうなんですけども、ちょっとこう色がブラウンだとか金髪がかっているので、肌とのコントラストがそんなに高くないので、そんなに目立たないんですよね。ですので脱色すれば割と目立たなくなるんじゃないかという発想で、そういう商品があるのかなと思うんですけども、僕も実際にそれを使ってみたんですが、結構時間を長く置きすぎたのかもしれないですけども、もう真っキンキンになったんですよね。すね毛だけが金髪になって、風でなびいてるのがなかなかですね、シュールな光景で、結構友人にいじられ倒されましたね。もうさすがに恥ずかしくて、翌日にはですね、全部切ったんですけども、まあ、その当時からですね、すね毛をどうにかしようという工夫を僕はずっと行ってきました。そして今2020年現在で僕はすね毛をどのように処理をしているのかというと、様々な方法を試したんですが、最近はヒゲ剃り用のトリマーで処理をするようにしています。実際に物を持ってきました。こちらですね。はい、まあ、ブラウンというブランドもので、これはヒゲ用のトリマーなんですね。僕はご存知の通り、こうヒゲを生やしてるんですが、これはですね、ただ伸ばしっぱなしにしてるわけではなく、一応毎日ですね、長さを整えながらケアをしています。今のところ口ひげが4ミリで、顎ひげが5ミリという形で1ミリ単位で調整をしてるんですね。その時にめちゃくちゃ便利なのが、このブラウンのヒゲトリマーなんですね。こういったヒゲトリマーは僕は今まで 4,5 台ぐらい使ったんですね。いろんなものを使ってきたんですが、現行のこれがめちゃくちゃ気に入ってますね。まあ何がいいかというと、結構ですね、細かく長さを調節ができるんですね。 0.5 ミリ単位で調整できるのがすごく気に入っているところです。そして最近のものは結構充電が長く持つんですね。一度充電すると毎日使ってもですね、結構2週間ぐらい持つのかな。これは僕の肌感覚なので正確ではないかもしれないですが、かなり電池も持つのですごく便利なんですね。僕はですね、これをヒゲトリマーとして使うだけではなくて、
あとは髪の毛もこれで切ったりしますね。例えば忙しくてなかなか美容室に行く暇がない時、サイドの短くしてるところが結構ボサボサしてくるので、そういう時にはこのヒゲトリマーでだいたい8ミリぐらいに設定して、自分でグラデーションを作りながらこのようにカットするようにしてますね。まあ応急処置としてこういったものがあると結構いろんな場面に使えるのかなと思います。そして今回の本題のすね毛だとか、あとは腕の毛もやりますし、いろんなデリケートゾーンの毛なんかもこれ1台で僕はケアするようにしています。まあ1台あるとねめちゃくちゃ便利なので、皆さんにもぜひご紹介したいなと思って持ってきました。まあすね毛はね絶対にカットした方がいいと思います。これは同性が見てもやっぱりね近くで見るとあんまり清潔感があるもんじゃないなと思いますし、ましてや女性が見るとやっぱりですねこれはあんまり印象は良くないかなと思います。結構ですねツルツルの状態もこれはこれであんまり印象が良くないということも分かったんですが、かといってもじゃもじゃすぎるのも気持ち悪いっていう意見がめちゃくちゃ多いんですね。ですので僕の中では除毛クリームっていうのももちろんあって、それはそれでいいと思うんですが、ツルツルになるのはちょっとあんまり避けたいなと思っていまして、こういったトリマーを使って長さをちょっと短く調整する、これが一番かなと思っています。ちなみにですね、じゃあ剃っちゃえばいいじゃんっていう意見もあるかなと思うんですが、剃るのはですね絶対やめた方がいいと思います。僕は剃るのですね今まで10回以上やってきたんですが、これはですね最大のデメリットがあるんですね。それは何かというと、剃った後また生えてくるじゃないですか。その時にですねめちゃくちゃ痒くなるんですよね。これがですね結構ストレスになるので、剃るのは絶対にお勧めしません。僕もですね剃った後に痒くなって後悔をするんですが、1年ぐらいすると不思議なもので人間って忘れてしまうんですね。そしてまた剃って痒くなる、これを3回ぐらい繰り返して、さすがに今年はですね絶対に剃るのをやめようと思っています。剃る場合ですねこういったトリマーを使って、まあ長さはですね好みがあるかなと思うんですが、僕はですねだいたい3ミリぐらいで長さを整えるようにしています。3ミリだとほとんど毛の存在は感じられないんですが、やっぱりだんだん伸びてくるので、だいたい5月から9月の間に僕はこれで2から3回ぐらい長さを整えるようにしています。まあ伸びてくることを考慮するとだいたい3ミリぐらいに整えて、5、6ミリになったぐらいでまあちょうどいいかなという感覚、これぐらいが一つの目安かなと思いますので、皆さんもこちらのトリマーを使うときには一つの参考にしていただければなと思っています。はい、ということで概要をお伝えしたんですが、この後ですね実際に僕がですねすね毛剃りたいと思います。この撮影をしたいがためにですねすね毛を剃らずにですね今日まで我慢してきました。さすがにですね短パンで過ごす時間が増えてきたので、そろそろ剃りたいなと思っていますので、この後実際に僕がトライをしたいなと思うんですが、そんな男のですねすね毛を見るのなんてごめんだよという方たくさんいるかなと思うので、そういう方はですねここから先は次回の動画をお楽しみいただければと思います。そして好奇心のあふれる男性、ここから先もぜひお楽しみいただければなと思います。それでは早速すね毛のカットやってみましょう。はい、ということでここからはですね実際に僕がすね毛をカットする様子をですねお届けしたいなと思います。かなりシュールな光景になるかなと思うんですが、好奇心あふれる男性の皆様ようこそ、ぜひですねお付き合いいただければなと思っています。今はですね僕はすね毛全くカットしてない状態です。去年の9月に最後にカットして以来ですね、まあ冬の間は特にケアをすることはないんですね。まあ長いパンツを履くときにはあんまりすね毛が見えないので気にはしないんですが、今5月の後半、結構ですね短パン履く機会が増えてきたので、そろそろですねカットしていかなくちゃいけないなという段階です。まあ見ての通りですね僕のすね毛そこそこ濃いんですよ。まあねもっと濃い方もたくさんいるかなと思うんですが、まああまり薄い方ではないです。僕はこのすね毛の長さにですね結構学生時代はコンプレックスがあったんですが、今は大丈夫ですね。便利な道具があります。まあ先ほどもお伝えしたこういったトリマーがあるので、これをですね実際に使いながら長さをカットしたいなと思うんですが、まずはですねこちらダイヤルがありまして、こちらで長さの調節ができるんですね。まあ、5、6ミリぐらいがちょうどいいかなと思うんですが、まあ、何度も剃るのもめんどくさいので僕は一気にですね長さを3ミリ程度に、調節をするようにしています。3ミリにしました。今回はですねこちらの僕から見て右足の方ですね、こちらをですねカットしまして、こちらはそのままの状態にしたいと思います。そしてこの左右の違いというのを皆さんに見ていただいて、印象の違いというのを見ていきましょうか。はい、ということでここから実際にカットしたいなと思うんですが、まあ剃り方はですねそんなにコツはないかなと思います。下からどんどん上に向かって剃っていきますね。まあそれで十分かなと思います。すねだけじゃなくて結構このもも裏とかもね目立つので、僕は
ここは重視するようにしていますね。膝の頭とかもね、ここら辺も目立つので全体的にやります。ちなみにですね、今下には何も引いていませんが、終わった後にしっかりと掃除機をかけますので皆さんご安心ください。それでは早速行ってみましょう。はい、こんな感じですね。早い、まあとにかく早いっすね。この手軽さっていうのが一番の魅力かなと思いますね。まあ、様々な角度からですね、このように切ってあげると、後ろの方もしっかりと反ってあげることが大事ですね。はい、どんどん行きましょう。おお、短くなってきますね。気持ちいいな、これが。僕はね、結構この反ってる感じ好きなんですよね。短くなってきますね。いいですね。これはいいですよ。なんか剃ってる間集中できて、もうまるで瞑想状態ですね。無心になって剃るみたいなね。これもなかなかいい時間なので、僕の毎年の恒例行事ですね。まあ、いつもはですね、こういったところではやらないで、皆さんもお風呂場でやっていただきたいなと思うんですが、今回はこちらの撮影を考慮しましてここで剃っていますが、まあ、こういった膝の頭もですね、しっかりやってもらって、まんべんなくやっていく感じですね。そしてここですね、ここ嫌いなんですよね。ここをしっかりとやるってことね。ここのもも裏もしっかりとやってもらいまして、すっきりとさせましょう。はい、ということで実際に剃ってみました。どうでしょうか。こうやって動画で見てですね、どれぐらいの差が分かるのか、ちょっと僕には画面が小さいのでよく分かんないんですが、どうでしょうか。皆さん違い感じられるでしょうか。こちら側が三位に整えました。こちらは何もしてない状態です。僕の視点から見るとですね、だいぶ雰囲気違いますね。こっちがまさに男の足という感じで、こちらはですね、一応すね毛生えてるけども、そんなにこう目立たないぐらいの感じかなと思います。これまた遠目で見てみると、こっちはあんまり生えてないように見えるんじゃないかなと思いますね。こちらがビフォアとアフターですね。こんな感じですね。どうでしょうか。裏側も見ると、まあ結構違いがわかるかなと思いますね。はい、だいぶ違うような気がします。後ほどですね、こちらの方もカットしたいなと思うんですが、まあ皆さんもですね、お好きな長さというのがあるかなと思うので、まあいろんなミリ単位で変えてみながらですね、カットしてみるのもいいかなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では夏に短パンを履くときに一つの問題となるすね毛ですね、これをケアするための方法についてお話をさせていただきました。この最後の実際に僕がですね、すね毛をカットしているところまでお付き合いいただけた皆さん、個人的にはとても嬉しく思いますね。ぜひ皆さんもですね、これからの季節、心置きなく短パンを履くためにですね、こういったすね毛のケア、ぜひお試しいただきたいなと思っています。ちなみにですね、僕は今回こういったヒゲトリマーを使いましたが、まあ、価格もですね、決して安くないんですね。こういったものがなかなか買いづらいという方は、ギャッツビーというブランドからすね毛トリマーみたいなものが売ってるんですね。それは電動ではなくて自分でこう手動でやるわけなんですが、まあ、そういったものを使っていただいて長さを調整するのも良いかなと思います。そちらもですね、下の詳細欄にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。ぜひすね毛をケアしていただいて、春夏のファッション存分にお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。